さあ、あと1回でクリフォト暴走1回目で、じゃあまた、美女と野獣にすっか。美女と野獣抑圧でいいんだよね。抑圧して、で、女王がクタッとなります。女王がクタッとなって、2箇所ね、まず2箇所ね。はい、2箇所。どこだ？甲冑なんだっけ？勇気ランク1はダメ。それ以外は OK？ 勇気ランク1はダメ。勇気って赤のとこだっけ？勇気は、そう。まあ、本能でいいのかな、だから。本能の、抑圧でいいのか。抑圧作業を行った。同じ成分のアーティファクトを得る。でも、エゴギフトなしよ。守られている。なんだなんだなんだ。やば。あ、ダメそう。なんか、やめよう。本能にしよう。音楽が流れねえな。サマー。サマー。あ、こっちか。今言ってんだもんね。で、あともう一箇所。いや、音楽どうした？よりにもよって？まあでもいいのか。ちょっと待って、音楽は？ちょっと待ってみたんだけど、音楽、ならねえな。やるしかねえか。行くぞ。マクシミン。あ、来た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 。さあ、頼むぞ。16以上ね。16だよね。16以上。いけるよ。ほら、ほら、ほら、ほら。いけるっしょ、いけるっしょ、いけるっしょ。よし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 。オッケーオッケー。じゃあ、これで、次、黎明か。黎明の時のあれは、くたって ならないように。あ、どうしよう。ヒステリーモードになった時点でアウトなんだよね。ヒステリーモードにならないようにするには職員3名なんで、それはやっとくか。そう、なんかね、この辺を歩いてる職員でもいいらしいのよ。だから場合によってはわざと弱いやつを脱走させて、で、このネームドではない職員をわざとこう俺そういうプレイになんのこれっていうこともできるみたいので、はい、もう見ない、悲しいから見ない。なんか色なんかさ、アピールしてくるんだけど、触れてはならないの、これやだね。なわけで、まあ、当分ちょっと一旦進めつつって感じだ。ポイントを貯めまくります。まあ、この女王と騎士で、ああ、いいんだよね。いいんだよね。びっくりするわ、もう。はい。なんか出た？クリフォト暴走の影響受けません。はい。あと1分40秒でまたなんか見れます。使用命令。ティム？ティム。よろしく頼んだぞ。全然成功するね。はい、半分超えた。黎明は多分突破しないとダメっぽい。はい、さらばティム。まだ行かないんだ。あと一人。メレンデスからミレス、どっちもいいんだが。おお、めっちゃ成功してる。ポイント稼ぎまくり。はい、これで
ヒステリーにならない。一旦ね、一旦ならない。あ、そういえば俺これ忘れてた。やべえ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 。なんだっけこれ。5個、5個だっけ。なんだっけこれ。何するといいんだっけ。つぼみ。やばい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 。なんかやんないといけないんだよね。うわこれ忘れ、マジ忘れる。寄生樹、つぼみが結ばれる。クリオードカウンターが減少。ゼロになると、強制的に祝福。つぼみが5個になると、あと1個だよ、やばい。あ、違う違う違う、あと2個なんで、1個はとりあえず、作業させて増やせる。いや、マジか。で、抑圧以外は何でもいい。マクシミン。洞察マクシミンにしとくか。違う違う違う、マクシミンは女王担当なのよ。いやー、じゃあ洞察交尾。めちゃくちゃ忘れるっつうの。なんだっけ。いや、やっていくしかないのか。あ、そうそう、これ忘れ、これレディマジ忘れてたわ。忘れるぞこれ本当に。で今だから、あ、まあまあいいよ大丈夫。レディと、え、やべ、武器ハテナだ。なんだ、愛と憎しみの、おー、これあれか、ステッキか。これだけでいけない、どれだけで。マジか。いやー、何、なんでパニックった。コービン、シンプルに静止。あー、え、耐性あったけど、パニクったよ。いやー、じゃあ見てみる、これそれを。どうせなら黒くなるらしいから、つぼみをつけようぜ。レディ忘れるし、レディ担当じゃないよね。ここに担当してたコービンがシンプルに精神ダメージ食らいすぎてパニックったんだよね多分。さあ、つぼみ4つ目、もう一人別の、何でもいいだっけ、何でもいい。別人じゃないといけない。あれ、ダメか。やってやらもう。ダメージでパニクるがな。ほんとギリギリのところを攻めるとアウトです。やれるやついないかもしんない。でも見てみたいんで、フィレンツェ一番下から来る。でつぼみ5個目、意外といかねえな。
成功率に関係ないんだよねこれ。大丈夫で、抑圧するとカウンター減少。お、黒かった。ピヤー、怖すぎないこれビジュアル。あ、5に怖っ。5になってつぼみが5個になると寄生樹が黒く変化する。同時に祝福を受けていた職員がみんなパニック状態になる。どこ行った？あ、そのままそのまま死亡。 あ、気になった。あー気になった。なるほど、やっぱ規制だ。なんか植え付けられたんだ。祝福を受けさせる。で、施設を徘徊し、職員の体から茎が生えてアブノーマリティと類似した何かになった。あ、でしかもこれの跡地に、あー、なんか伝染病の、あー、やられた。花粉的なあれを。苗木なのにめちゃくちゃ硬いんだけど、めちゃくちゃ硬い。はい、ということでこれさ、デザインマジやばいな。であと1回でグリフォトカウンターまた暴走するんで、まあこれだよね。今回はちゃんとやってる。今回はレイを担当にした。でこれやると、今これかなり黒くなってるから、もうちょっとするとこれまたあの祝福、暴走して祝福つけられちゃうんだけど、まあ何でもいいんでレイをやらせて、で暴走、はい、以上。62秒とかそういうのもあるんだ。まあこれやるしかない、マキシミに任せるしかない。あと墓穴なんだっけ、成功するとまずいんだっけ。まあでもいいか。パニック、ステータス的なやつは別にないよな。大丈夫だな。成功するとカウンター下がっちゃうんだけど、デスニー、さあ頼むよ。マキシミに全てかかってる。16ね、16。あ、きつ、あ、きつ。ナイスー、よかった。むちゃくちゃニコニコしてんじゃん。こうしてみると可愛いんだけどな。ああなった時の姿がな。てか、この人もな。この人もやばかったな、けどね。で、次、黎明ね。で、黎明も、黎明までに、また生贄捧げないと。ポケット大丈夫だった？大丈夫だね。ちょっと生贄捧げます。やりつつ、これね、寄生じゃそんなにポイント稼げないね。なんかだんだんこの残像が濃くなっていく。終わるとかな、これ今やってて、あれが終わると濃くなる感じ。お、濃くなった。そうだね。あー、ベラはいいんだよね。ベラはいい、ベラはいい。本能レイでレディ、あ、ちょ、なん、半分、半分だよね。レディグリフィン、生贄ティムで触れてはならないがまたアピールしてる。フィレンツェ、黎明一歩手前まで丁寧に行こうね、丁寧に。マクシミン
ティム OK で、増えてないよね、これ。ちょっと見よ、ちゃんと見よ。これに入れてゲージ増えてたら結構効率悪いと思うので、増えるんだっけ、増えるか、いや、ちょっとわかんねえ。見てみます。大丈夫そうだね、大丈夫。やばそうなんでちょっと見ます。で、とりあえず一回これね、ラスト一人、ラミレス、メレンデスを入れて入ってゲージ増えるかどうか。普通に考えると増えるか。来たぞ。あ、増えないわ。装備系は増えないんだ。ポイントも全然手に入らない。最後の何も明かされなかったね、これ。はい。で、アークロイ。レイ。女王もやってよい。入って、ゲージ増えて、で、やっていいんだよね。この人もやってよい。パズルゲーみたいになってきた。レディやるとあれか。危ない。これダメです。あ、待って。キャンセルした方がいいね、じゃあ。中止して、レディやって、で、残り1メモリになるでしょ？なる。で、正気を取り戻したら何しよう。寄生獣かな。まあ、ここでいいのか、こいつでいいのか、こいつって言っちゃった、この人でいいのか。で、今んとこ、あ、いや、大丈夫なのか、いいのか。生贄捧げたから、あの、ヒステリーモードにならないはず。いくよ、フィレンツェで、黎明か、黎明。あ、だったら、待って、ごめん。ちゃんと簡単なとこにあって、戦力残ってた方がいいから、でもこれでいいや。なんでもいいよ。いいのか？本当に？これで黎明いきます。はい。理解の果実。こいつらか。ラミレスはいいな。そう、こういうの来るから、各地にそれなりの手だれを残しておかないと、やっぱ後で後悔するよな。まあ、倒せるとは思うんだけど。はい、大丈夫ね。黎明は手助けしてくんないんだね、試練だからか。はい、 OK。で、まあ、たまるわ。あ、生贄いらなかったね、これ。で、クタッとなってる状態になったとしても、もうやらなきゃ、放置すればいいから、とりあえず一回なんとか作業で、あの、いいねを16、いいね、まあ、ニコちゃんマーク16成功すれば、なんとかギリギリ、しのげるっていう感じだったんだ。生贄は最終奥義だったんだね、やっぱな。まあまあ、でも、とりあえずポイント貯めましょうや。これで普通に行くでしょ。なんか変なミスしなければ。で、こいつももう無視していいっしょ。つぼみが5つなる前に多分、ポイント貯まるので、女王やる必要もないんだけど、まあ、一応やっとくか。マキシミンどう？もう上がんないよな、作業成功率。
見た目がもうなんか違う、またアピールしてる。あと70ポイントぐらいなんで、まあこのなんだっけ、絶望の騎士様と女王で、女王と騎士か、最初どっちも魔法少女を名乗っていたね。もう作ったよね。作った、開けますか。魔法少女、脱走情報は脱走しない。魔法少女が魔法少女の加護を受ける。で加護を受けると防御力が倍になる。で騎士が死亡してるパニックになると加護は消える。でもそうすると騎士73の1がついてるのがその騎士に任命されたやつ。え、でも絶望の騎士だから加護を与え、いやでも加護を与えるっていうぐらいだから騎士だよな。いやこの人が騎士だからさ、自分にとってのお姫様みたいのをその職員にこう意識を植え付けたのかとか思ったけど、そういうのともちょっと違うね。まあ、とりあえずこいつが脱走するのね。あの文字列が似ててかなり理解するの難しかったけど、はい。とりあえずその騎士に任命された加護を受けたやつがパニックになるか死亡すると、こやつがこやつが言っちゃった、まあ暴走すると、まあ、それは分かった。はい。なんかレイピアだ。エイリナ涙の剣、エイリナ涙の、両方とも同じ名前だ。すごい強そう。あ、やばい、全体制これ。え、これめっちゃ強いじゃん、この防具。一個しか作れないけど。これ、デメリットゼロ。こんなあるんだ。すごいね。強そう。ためよ、ポイントじゃあ。ためよ？ためます。暴走来るまでためます。変なミスしなければ大丈夫。まあ、ここも、つぼみ2個になったけど、大丈夫なはず。マイナス 20% なのにね、かなり成功するね。これで防具か武器両方作れるか。まあ、防具がすごそうだよね。全体制って珍しくない？まあ、これ作ります。ようやく。じゃあ、デイ21完了いたします。10ポイント、ランク B。まあ、3人ね、やられてしまったからね。やる必要なかったっぽいんだけどな。まあ、しゃあないね。しゃあない、しゃあない。また女王との付き合い方をうまく考えましょうね。